どうした？次は君か以来。残念ながら美味しいわ。もう出回ってないみたいです。せっかく旅を中断して食べに来たのですが、まあ仕方ないですね。ああ、申し遅れました。私、イートンと申しますごろ。世界中の岩を食べ歩いているせいか、巷では美食家イートンと呼ばれておりますごろ。そうだ、余っている火打ち石ありませんごろ。実は火打ち石の中には稀に特別美味な完熟火打ち石があるのですごろ。へえ。完熟火打ち石をいただけるのは1個につき、1000ルピーを支払いしますごろよ。見た目は普通の火打ち石なので食べてみないとわからないですごろ、ですごろが。一石千金。おや、この鼻につんとくる方向、もしやもうお持ちで？あるけど。あ、そういうやつ？100個に1個あるかどうかのレア物。20個以上お持ちでしたらぜひ。火打ち石は、一応なんか素材に使うから。あ、でも、あれか、素材に使う分って十分確保してんのかな、俺。あれ火打ち石どこ？あ？俺何順？種類順じゃねえや。火打ちが500あるんで、まあいいでしょう、100ぐらいなら。これで詐欺だったら、この見た目だったらもうマジで騙されても仕方ないけどな。出るか！ギャンブルだな。音を立てずにそっと下の上で転がすように食すのが2の食べ方ですごろ。ん？ここ。あった？これは完熟火打ち石！舌に刺さる鋭利なエッジ。咀嚼するたびに広がる玉砂利のような口の血管。間違いないですごろ。これは正真正銘本物の完熟火打ち石ごろ。おお、やった！千ルピー稼いだ。今後とも、よろしくお願いしますごろ。お金は惜しまないごろ、つってんな。キングオブ火打ち石。特別部位の石なんですごろ。まあ、100個渡せば、100% なのかな？渡す個数によって確率が変動するみたいな感じなのかもしれない。よいしょ、ちょっと。トロッコあるしな。ダメだな。このトロッコはどこに通じてんだ？ここか。そんなに。まあ、いっか。乗ってくか。そんなに遠くまで行けないんだな。あ、ゴロン族いる、普通に。なんかいた？あ、こっちにも洞窟ある。どっちでもよかったのか。あーん。こっちはこっちで線路が繋がってないんだね。まあ探索は裏でやります。どうせ、美味しいは取るだけの場所っしょ。まあこの注意事項も同じこと書いてありそうだな。ここは道に合流してんのか。乗り物置いてきちゃったな。あ、でも一回場所離れたから結局消えてるか。しょうがない。歩いていこう。あ、普通にいる。ゴロン族。あー、美味しいわ食ってんな。どうもこの美味しいわが原因くせえな、異変の。これ俺の美味しいわごろ。誰にも。一口も。あげないごろ。欲しいならゴロンしに行くごろ。この道をまっすぐ登っていけばいいだけごろ。どうも怪しいよな。なんかいるな。関係ねえけど。美味しいわって装備にしたらどのくらいのパワー出んだろうな。これまだまだゴロンシティ遠いよな。ゴロンシティここか。そうでもない。いやでもまだ半分はあるか。最初の道から考えたら全然進んでないもんな。やっと半分なんじゃねえの。なんか人いるな。ゴロンシティ。この辺全然熱くないな。火消しトカゲちゃーん。どうした？ぐずり。火消しトカゲちゃーん出ておいでー。ん？なかなかガタいいな、君。ああ、すみません。火消しトカゲに夢中になってしまって。
で、自分何か、今言おうですけど、忙しいんですけど、はい、何？ああ。耐火装備は高くて自分では手が出せませんが、野生の火消しとかけならタダですから。奴らの巣穴は洞窟の中にあるみたいなんで、そっちを狙いたいところなんですが、洞窟の中は熱気ムムで耐火対策なしでは、ハイリア人はひとたまりませんからね。あ。うん。警戒者がつく、足音にかなり敏感ですから。火消しトカゲの説明してくれただけか。まあ一応モイズ薬あるけど、まあなんとかルーダニアが頑張ってくれてるって感じかな。さっきの洞窟でも全然ダメージ受けなかったしね。ルーダニアだけでなんとかなりそう。あ、なんだこれ。ユングミ鉱石直売所、掘り立ての鉱石を市場価格の半分でご提供。直売所。半額ごろ。あれ？なんか見たことあるな、この人。いなかったっけ？シミット。いらっしゃいごろ。うちの岩のように硬い安心のゆぐみ直営店。お値段は市場価格のなんと半額。ゆんぐみが直接鉱石を採掘してる頃こそのでなんだごろ。ゆんぐみ。ゆんぐみはこの辺りの採掘を一手に引き受けている鉱石屋だごろ。うちの社長が鉱石の素晴らしさを広く伝えたいって、直売所では市場の半額で。なるほどね。お衣装が出回ってからどうも若ゴロンたちの様子がおかしいゴロ。お客さんも気をつけるゴロ。なんか、あれだな、ドラッグくせえな。その美味しいわがドラッグくせえんだよな。どうもドラッグの匂いが拭えない。まあこれでいいや。琥珀いっぱい。まあ別にいらないかな。ああ、そこでもなんか食ってんな。あ、トロッコがあるじゃん。あ、ボーリン。こいついた気がするな。前作に。社長が美味しいわなんてもんに手を出さなきゃこんなことにならんかったごろ。トラックだな。このままじゃ、南採掘所。いや、ユングミは終わりごろ。美味しいわばっかり食ってないでいい加減働くごろ。味見だごろ。ここにユングミ初のトロッコランドを作るとあんなに張り切っておったではないか。トロッコランド。旅の方に恥ずかしいところをお見せしてしまってすまないごろ。トロッコランドはゴロン族だけでなく、訪ね来る旅人にも楽しめる場所を作りたいと、ユングミのボスであるユン社長の一声で始まった娯楽施設なんじゃが、ユン社長になったんだ。若ゴロンたちがちっとも働かなくなってな、全然作業進まないごろ。ユングミは鉱石の採掘から販売まで手掛け、わしらの懐を支えるなくてはならん存在ごろ。トロッコランドのオープンはまだまだ先になりそうじゃし。鉱石欲しいなら迎えにできた直売所かシティの中で買うといいごろ。市場価格の半額だからお得ごろ。トロッコランドより美味しいわだごろ。ああ、こりゃダメじゃ。みんな採掘所。いや、ユングミはもう終わりだごろ。ドラッグくせえ。ドラッグだよ。さて、このトロッコは、ゴロンシティに通じてんじゃねえのこれ。借りてくか。あれこれ知ってる形してる。あ、これくっついてんだ。これもらっていいのかな。借りてっていい。これ、前作のトロッコじゃん。懐かしいね。爆弾入れるポイントがあるもん。乗れない。お借りします。あ、引っかかってる、これ。引っかかってますね。よいしょ。レッツゴー。さあ、そのユングミとやら、あ、ハイリア人普通にいる。どうなってんのかね。二台付きだから遅いね。プロペラ、扇風機一個じゃ速度が足りてない。トロッコランドか。スカゴにあったあのトロッコレールで遊ぶあれみたいな感じのことやんのかな。あれなかなか面白かったけど。お。顔岩だ。これ誰？誰だよ。ゴロンシティ終点。
ダルケル様はもっと向こうか。さてと、ちょっと待ってよ。上から見るか。ん？なんか人いる。あれ？これ知ってるな。こんな感じのやつ。お前前作のやつ？マサーキー。マサキ？おう、こんな時にハイリュウ人と出会うなんて思ってもみませんでしたよ。今、ゴロンたちの様子がおかしくて、ここまで来るだけでも一苦労でしたからね。しかも話しかけても会話にならないものばかりで、せっかく岩トロケの湯に入るためにゴロンしてまで来たのに、岩トロケの湯。それは岩トロケの湯といえば、何？すみません、意気込んでみましたが、知ってるのは岩トロケの湯っていう人がゴロンシティの近くにあるってことだけで、どこにあるかわからないんです。でも知る人ぞ知るからこそ秘湯というものを探すところから楽しみってもんですよ。温泉には温泉通が集まるってもんですし、まずは目星温泉地を回ってみるつもりです。その時はやっぱゴロン温泉かな。後で地図で調べてみっか。秘湯、岩トロケの湯。岩トロケの湯？溶岩とかじゃなくて、ゴロン温泉、ここか。とりあえずここに行けば情報が得られんのか。なんかトカゲいいんだよな。なんかあんのかなと思ってるけど。ああ、肉のマークあると思ったら、あそこ、レストランだったのか。いい場所に建てたな。いやー、確かにちょっと。いや、待って、ブルドがいる。みんな若い衆が本当におかしくなってんな。これはブルドに会いに行った方がいいな。ユンの野郎はとりあえず見当たらないが。てか山盛りになってんな。とりあえずブルドだな。よう、ブルド。とうとう門番のククレンまで行かれちまったか。あれほど美味しいは食わなっつったのによ。やっぱみんながおかしくなったのって、ユン社長が採掘してるこの美味しいはなさい頃よね。お前たち、そんなところで何コソコソしてるろ。ユン来たなぁ。やからになったなぁ。また美味しいわの悪口ごろか。声かわいいなぁ。その悪役プロレスラーみたいなマスクしやがって。ユンボー、ユン組のボス。風貌もそうなんだよ。装飾品の数々の。何にも問題なんかないごろ。いや、あるだろ。バカなことばかり言ってないで、お前らこっちに来るごろ。なんだ？取り巻き？よう、ユン。お前は。てめえなんか調子乗ってるらしいじゃねえか。なんだ、誰かと思えばリンク。地味すぎて見えなかったごろ。ユンボー、なんでや、その程度は。それが客人に取る。親方、いや、ブルド。まだ自分の立場分かってないようだ、ゴロ。トカチン、今、ゴロンシティを支えてるのは取り巻きだな、ユン組コロ。イッフル、そのユン組を作ったのはユン社長コロ。分かったか、ブルド。もうお前の出る幕はない、ゴロ。ぐっと思って聞いてるよ。言いたい方で言いやがって。それよりリンク、ゴロンシティに何か用ごろ？いや、ちょっと賢者探して。ゼルダ様？何か変わったことはないごろかって？いや、目の前に山盛りになっとるやないか。ゼルダ様が行方知れずった聞いたが、まだ見つかってねえとはな。あの美しい金色のお串が目に入れば、矢が王でも目立つっちゅうもんだがな。金色のお串？金色の髪ってこと？ほら。あ、ユン社長が美味しいわの取引してるお姉さんの髪の色と同じだころ。お前たち余計なこと言うんじゃないごろ。とにかくゴロンシティは平和そのものごろ。そのもの、トラブルもゼルダさんも俺たちは無縁だごろ。お前が心配するようなことは何もないから他当たるごろ。さあこれから美味しいような死にごろ。あのお方を待たすわけにいかないごろ。クロール陰謀待ちくれ。これ以上美味しいようになってもんご。うげー。悪化してる腰痛？腰が。おい、これは余計なことをせずおとなしく腰の治療でもしとくごろ。さあ、トカチンフル、ユン組本場で戻るごろ。ああ、ちょ、あいつ、ちゃんと、岩砕き？
あれ岩砕きだっけ、巨岩砕きか、持ってたらどうなったのあいつ。昔は親方親方って情けねえ声出してよ、俺についてくるだけの甘ったれだったのによ。あいつがユン組とか言って岩石採掘する集まりを作ってまでよかったが、おいしいやってのを持ってくるようになってからユンのやつも若いやつもみんな人が変わっちゃった。人が変わった。そうなんだ、ユンボが持ち込んでこのおいしいやってやつのせいで若い連中が行かれちまって仕事もしねえで毎日ぐーたらするわ。おいしいは欲しさに詐欺みてえなことまでするやつ出るわでよ。この三重が見えてねえわけねえ。見えてねえわけねえ。なのにあいつは死なんぷりってわけよ。できるならユン組の本部とやらに乗り込んでユンボのやつをとっちめてやりてえんだが、場所が厄介だな。シティの北側にある採掘場を越えなきゃなんねえ。上に、ループ。この腰じゃもうトロッコには乗りやしねえ。だがどうしたもんか。ユンか。かつてリンクと共にゴロンシティを救った青年、デスマウンテンの噴火が収まったことでこれまで立ち入れなかった場所の鉱石を採掘できるようになったことに着目、自分を慕ってくれる者たちとユン組を結成し、採掘を通じたゴロン族のさらなる繁栄を目指している。以前は誇らしい青年だったはずだが、でも目の色は変わってねえんだよな。あ、まあ文字通り目の色が変わるような代物なんだなこれ。今年寄り連中しかまともに話できねえのか。おいしいのせいで煙ってかなわんわ。食えればええんじゃがわしらのような老い頃にはちょっと硬くての。なるほど、それで食えないのか。ここは宿屋か。宿屋じゃなくて装備屋がいいんだけど。服屋服屋、ここはよろず屋。あ、ゴロンの香辛料だ、これください。うわ、食ってたわこいつ。でもちゃんと仕事はしてくれるんだ。ダルケル様取りたいけどな。ここって多分ユンの家だよな。前はなんかブルドーがいたっぽいけど。お、いいんじゃないここ。だるけるぞ。手も入った方がいいか。 OK、 これ後で36に届けなきゃな。で、どこだっけ、北側。ああ、ここもまあ溶岩一帯で埋まってたけど、溶岩が引いてんだな。ダルニア湖もう何も形がないんだけど、とりあえず地続きで追ってけば。待って、装備屋探してんだった。水があるけどこれは温泉が流れてきてるのか。これ多分コログだけど、まあいいや。とりあえずちょっと流れる流れる、助けてー。ここ何、これただの家か、民家か。あっちの方にもなんか一個あったよな。こっちだっけ。あ、ユンの家がこの辺なんじゃなかったっけ、違ったっけ。あ、日記ある。カベータ。今はときめきユン組で僕ら三兄弟三人とも働けるようになった頃。あ、これど根性三兄弟か。違ったっけ。ユン組はこのオルディン地方で採掘を一点になってる大組織頃。ボスのユン社長はゴロン族だけじゃなく、ゴロンシティに訪れる旅人の笑顔にするんだと張り切っていて、僕ら三兄弟に重要な任務を与えてくれた頃。みんなに新商品の美味しいわってのを振る舞ってくれるらしい頃。変なマスクを被り始めてから態度や言葉も荒くなって、人が変わったように感じることもあったけど、みんなに食事を振る舞ってくれるなんてやっぱりユン社長は優しい頃。おかしくなってんだな。2ページしかね。おかしくなった後となる前としかないわ。あれ、この辺に、あ、俺がここ来たとこだ。なかったっけ。あ、あったあった。ここだ。こんにちは。ほう、いつも若い衆か。価格的には別に、あ、何、ね、洞窟作業でもする頃。
デスマウンテンが復活してた頃はこの辺りも溶岩だらけで、耐火装備は大人気商品だった頃。今じゃ買ってくれるのマニアか洞窟で作業するユン組のハイリア人だけ頃。ハイリア人もいいんだ、ユン組。だから大特価売り出し中だ頃。これで大特価なんだ。ちょっと地下探索でいいのよ、炎ガードは。めちゃくちゃ熱いからさ、地下。え、全部購入。この冒険中は使わねえのか。装備品とか金も一応、装備品じゃねえ、強化用のアイテムも揃えて金も一応持ってきたんだけどな。なんか使わなそうだから強化いいか。じゃあまあ、ユン組のとこ行ってみるか。そこに祠あるからクリアしようかな。てか、女神像どこだ？確認してない。強化ができんだけどな。とりあえず、この祠クリアしますか。マラク口。じゃあ、やってこ。走破するもの。何？トロッコ？ってわけじゃない。なんか似たようなこと前やらなかった？なんだこれ。こういうこと？あばばばばばばちょちょちょ、なんかラッキー。まあ多分合ってんだろうな。うるさいから黙らせとくか。帰りの道は行けそうだな。まあ別にいいけど。え、これ何？あ、ずれた。ん？これでいいのか？合ってんのか？うー、なんなく。いらねえよな、これ、もう。こっちなんかあったりすることもないな。単純だったけど。一撃必殺。取れない。これなんだ？弾？弾が見えたから。これでなんか弾集めんのかな。うわ、微妙に乗れねえこれ。なんでこれ微妙に乗れねえの？掴めそうな見た目してんのに。ああ、もうめちゃくちゃだよ。うい。あの弾なんかいるの？ゴーレムの号泣。いらねえなー。あ、間違えた。間違えた。捨てちゃった。これなんか使うんだろうな。いや、なんか落とすんだろうな。引っこずるかな、大丈夫かな。ほら、行けー。
重さが重要なのかな。まあ思ったより簡単だった。おお、どんどん入る。難しいかと思ったけど、まあやっぱ街の中のやつだから簡単だったか。女神様ってどこにあったんだっけ。あ、これか。あった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 。あ、あれ、あ、双葉だった。三つ星じゃなかった。なんや自分、こんな危ないところに来たらあかんやろ。新聞に赤い岩をむさぶるご論族に注意って書いてあったやろ。読んでません。はぁ、あ、嘘やろ。この凄腕新聞記者双葉さんが書いた、ゴロン族によるタカリエグが横行中、ゴロンシティに向かう旅人は注意が必要っていう今週の記事読んでへんとか、ありえへんわ。でもまあ、どっちでもええわ。他人に構ってるほど決まっちゃうね。うちにはまだ誰も解明していない大いなる謎を追うという使命があるからな。ちょい、そこは大いなる謎って聞くとこやろ。大いなる謎。あれ、俺、大いなる使命って言わなかった。間違えた。あ、謎を追う使命だ。しゃあないな、そんなに聞きたいな、特別に教えてあげるわ。昔、の大昔の話やけど、ゴロン族は地下で暮らしてたらしいね。へえ、え、そうなの？地上にいたけどな。あ、でも、スカウォーの時点で、ね、地上にいるのは3人ぐらいだったか。その場所や詳細は未だに謎に包まれてて、そこがゴロンティアって呼ばれてたことまでは突き止めたんやけど、多分地下だな。地底だ。でも、どのゴロン族に、ゴロンに聞いてもみんな知らんって言うねんな。でも、うちは諦めへんで。なんだって、うちは凄腕記者やからな。誰も知らないこの大いなる謎を解き明かして、いつか絶対本にすんねん。そんなも謎って双葉さん。今からサインの練習しとかな。ここだろうな。てか、ここがそうだろうな。ゴロンティア。ここ熱くて近寄れないのよ。さて、ハートが2つ増やせんので、増やしたいが、ハート増やします。オッケー。双葉と三つ葉って多分姉妹だよ。他人の空にであそこまでにいるってことはやってこない だろうけど、新聞がどうなって言ってるから、双葉は三つ葉のとこで働いてんのかな。独立したいのかもしれない。この辺も溶岩流れてたけど、完全に温泉が流れてんだな。何してんだ。タック、いい加減にしろよ。あー、トロッコ動かそうにも安全確認役があれじゃな。もう石はだっけか。なんかいいのか、あっちに。ユン社長があれを採掘出してからみんなおかしくなっちまったんだよな。オイラとじゃ食わねえからいいけどさ、あれやばいものじゃねえのかな。まあ、ドラッグだろうな。安全確認役。以上、なしごろ。トロッコエリア変なもや出てるけど異常なしごろ。あれか、変なもや。デスモンテ変なもや出てるけど異常なしごろ。遊組本部多分異常なしごろ。あれか、本部。うわ。趣味の悪い頭がついてらっしゃる。